立憲民主党の泉代表が、野村農水大臣が原発処理水について汚染水と発言したことを批判したとのことですが、どの面下げて批判するなどのツッコミが殺到し大炎上しているようです。泉代表が会見で語ったあまりに厚顔無恥な発言内容と一部立憲による原発処理水への言動など、お前が言うなの大合唱のネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。野村農林水産大臣は31日記者団に対し、東京電力福島第一原発にたまる処理水について中国が使う汚染水と発言したことを受け、言い間違えたことを全面的に謝罪したい。福島県をはじめ関係者の皆様に不快な思いをさせて申し訳なかったと謝罪し、発言を撤回しました。これに野党側は風評被害を助長しかねない発言だなどとして、来週8日の国会の閉会中審査で追及していく構えを見せています。与党内からは、日本産の水産物の輸入を停止する中国を利するような発言で、内閣支持率が低迷する中、最悪のタイミングだなどと影響を懸念する声が出ています。一方、野党内からは、漁業関係者を風評被害から守るべき立場の大臣が、風評被害を助長しかねないありえない発言だなどと批判が相次いでいます。また、立憲民主党内からは辞任を求める声も出ており、野党側は、処理水の放出をめぐって、来週8日に行われる衆参両院の閉会中審査で、大臣の資質などを追及していく構えです。泉健太代表は、1日、国会内で定例会見に出席。汚染水と発言したことに、水産業を所管している大臣としては、不適切であると考えている。意識を高く持っておかなければいけない人物が、気の抜けた発言をしている。大臣の役割を果たせていないと批判しました。また、泉代表は、野村大臣が、先週、中国が、日本の水産物禁輸を決めたことに、全く想定していなかったと発言したことにも触れ、ひっくり返りましたし、この人何を言っているんだろうと、気の抜けた対応、以前からおかしいな、気もそぞろと思っていた。大事な局面に緊張感を持ってことに当たっている風には見えない。とも指摘しています。記者から農商辞任を求めるかを問われた泉代表は、辞任を求める求めない以前に、気の抜けた対応は岸田政権に影響を与える。岸田総理がどう判断するかということを注視したいと思いますと発言するにとどめ、言い間違えと釈明した野村氏に処理水の対応が緩んでいる。自覚が足りない。現場の期待に応えるものにはなっていないとしました。一方で、野村大臣の辞任を求めるかどうかについては、政権への影響を岸田総理大臣がどう判断するか注視したいと述べました。ニュースを深掘り。というわけで、泉代表が野村農林水産大臣の汚染水発言について厳しく批判したということでしたね。確かに野村農林大臣の発言については松野官房長官も閣議の後の記者会見で野村農林水産大臣が全面的に謝罪し撤回したものと承知している。言い間違えとはいえ発言があったことは遺憾であり、改めて緊張感を持って、水産事業者に寄り添った対策の実施に万全を尽くしてもらいたいと述べ、与党公明党の石井幹事長も記者会見で、今後はよく発言に気をつけて、しっかり仕事を続けてほしい。本人も確信犯的に言ったわけではなく、言い間違えてしまったと謝罪をしているので、担当大臣として緊張感を持って取り組んでほしいと述べるなど苦言を呈しています。
もちろん批判されて当然の言い間違いであることで、緊張感のなさを指摘されるのは致し方ありませんが、この汚染水発言を泉代表が批判することは、あまりにも厚顔無恥と言わざるを得ないのではないでしょうか。立憲民主党では、原発処理水の海洋放出に強硬に反対する一部議員もおり、その中でも安倍智子議員は、7月に東京電力福島第一原発処理水の海洋放出計画に抗議するため来日した韓国の野党国会議員の会見に同席。放水計画中止を求める共同声明を発表していたことで、岡田幹事長から慎重さを欠いた行動だと安倍氏は口頭注意されています。その安倍議員は8月11日にも自身の X、旧 Twitter で、規制の虜は買われたのか、福島第一の国会事故調元委員長が問うというネット記事を引用し、アルプス処理汚染水をめぐって、政府が海洋放出方針を決める直前に、元国会事故調委員長黒川氏が指摘した事実は本質をついている。と投稿。この際、処理汚染水と表現しています。また、18日にも、今日は、国会の内外で、アルプス処理汚染水の海洋放出に反対、他の方策を求める集会。官邸前での抗議行動に続いて、院内での集会は、福島の被災者は、もちろんのこと、各地の市民団体や、自治体議員の参加もあり、用意した部屋に入りきれないほど、岸田総理と東電に宛てた要望書を施行した後、各地からの報告を聞く、と書き込んでいます。さらに、24日も、処理水の海洋放出が始まったというニュースを引用。東京電力福島第一原発事故後の汚染水をアルプス処理して海洋放出する作業が開始された。今あるタンク分を流すだけで、30年、さらにこれからも溜まり続けることから、完了時期は不透明、かつ放出される放射性各種の総量も把握されておらず、トリチウム以外の拡散も検証されていない、とコメントし、汚染水との表現を使用し続けています。これらの発言に、泉代表は、党としては、見解というのは、すでに固まっている。党としては処理水であると考えておりますと釈明していますが、同時に政党所属の国会議員が様々な見解を持つということは即座に否定するべきではないと思っているとも発言。相変わらず代表自身強い対応が取れずにいます。また、つい先日も石垣のりこ議員が福島県いわき市内で日本共産党、立憲民主党、社民党の3政党と地元の4労働組合の7社共闘による国、東電による海洋放出反対全国行動の集会に参加した際、冒頭の挨拶で全国行動をお集まりの皆さんお疲れ様でございます、立憲民主党参議院議員の石垣のりこと申します、今日は党を代表してこちらに伺わせていただきました、いろいろご心配をおかけしてるところもあるかもしれませんけれども、党を代表して、および、私の個人的な宮城出身としての思いも込めて、ちょっとお話をさせていただきたいと思いますと述べ、また、結論ありきで、このアルプスで処理された汚染水の海洋放出を強行したことに対して、断固として、私も反対の声を上げたいと思います。まずは、地域限定の問題ではないということを共有し、その上で、岸田総理は、そして、政府は、この汚染水の放出をすることによって、復興を加速させると言っていますと発言していました。石垣議員は、党を代表して伺いましたと述べ、汚染水の海洋放出を強行した岸田首相の判断を批判しています。党を代表して、とのことですから、当然ながら、石垣議員の発言が、党の公式見解とされますが、8月29日の記者会見で、見解を問われた岡田克也幹事長は、
党を代表して、と、そういう立場で出て行ったとしたら、それは、党の見解を述べてもらわないといけないと不快感を示しています。泉代表も、今、放出されているものについては、立憲民主党としては間違いなく処理水だ、という見解と改めて明言しつつも、一部議員の汚染水発言については、どこで、どういう場で、どんな文脈で使ったのか、つぶさにわからないとした上で、より徹底していきたいとしましたが、党のガバナンスは完全に崩壊しているようです。これでいて、野村農水大臣の汚染水発言を批判するのですから、ちゃんちゃらおかしいと突っ込みが殺到しているのも当然ですね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。野村は単なる言い間違いだろ。意図的に汚染水発言をしてる安倍智子を処分してからほざけよ。おいおい、あんたが言えるのか？活動家に乗っ取られて、政党としての体を成してないからな立憲民主党は。お前のところにも汚染水呼び捨てる議員いるよな。人様の批判をしてる場合か？だから支持されねえんだよ。安倍と石垣を処分してから言えよ。立憲の議員を議員辞職させろ。そしたら、農水省を批判し、辞職を求めてもいいよ。有権者的には、どちらも政界から引退してほしい。自分の立憲議員も、汚染水を何度も言ってるのは無視わら。泉は、本当に脳がない。わろた。立憲民主党の安倍智子に石垣のりこ。こいつら処分せんと。説得力ないぞ。石垣のりこは、党を代表して、と前置きした上で、汚染水という言葉を使ってたけど、なんでこんなに無能なん？こいつらがいるせいで、いつまで経っても自民が弱らないじゃん。野村が辞任しようと、野党の支持率は上がらない。逆に、日本で、処理水デモを、韓国人と一緒にやってた党が、福島みずほ主導デモで、社民と立憲と共産党。山本太郎も、そうだけど売国奴だ。立憲の自覚が足らない人ばかりのせいで、政権交代が無理な状況がこの先も。これが立憲ギャグよ。切れ味のあるブーメランゲー。笑うとこだぜ。野村大臣は、ぜひ、我が立憲民主党に入党してほしい。同じ考えの同志なんだから。ぐらい言えばいいのに。え、こいつらどの口で言ってんの？わざとブーメラン投げてんの？韓国で勝手に立憲代表してきたなんて言ったやつに、注意しかしないやつが何言ってんだよ、あら。自分たちのことを棚にあげるの、いい加減やめろ。そもそもメルトダウンを起こしたのは、どこの政権かという自覚が足りない。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？泉代表のあまりにも無能ぶりには呆れるばかりですね。多くの国民が泉代表のコメントを聞いてひっくり返ったのではないでしょうか。確かに農水大臣として非常に軽率な発言で大臣の資質に欠けるのは泉代表のおっしゃる通りかもしれませんが、立憲民主党の議員による汚染水発言は明らかに意図的ではないでしょうか。岡田幹事長から口頭注意を受けた後も、汚染水という表現を使い続けている安倍智子議員。もう一人は、韓国の左派の政治家の集会で党を代表してと言った上で、汚染水と叫んでいた石垣のりこ議員。しかも、泉代表は、散々、
この事実が報道されているにもかかわらず、どこで、どういう場で、どんな文脈で使ったのか、つぶさにわからないというのは明らかに変だと思われ、これらを放置しての批判はあまりにも厚顔無恥と言えるのではないでしょうか。もはや、何が何でも政権批判をしなければという状態になっていて、党のガバナンスや代表の考えや発言が、めちゃくちゃになっているんじゃないかと心配になるレベルです。口を開けば無能さをさらけ出すだけの政党に存在価値はなく、多くの税金が無駄に使われることは到底看過できません。一刻も早く消滅させるべく、選挙では絶対に立憲民主党の議員に投票してはいけない。強くそう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。